飛ぶ危機からもここまでか。そうです、悪あがきもそこまでです。いや、処刑を再開してください。はっ。何事だ。株をすっかり奪われてしまった。やってくれますね。よくも私の楽しみを邪魔してくれましたね。やるぞさん。おお。行け。皆さんお静かに。孔子様のお命がどうなっても知りませんよ。勝負は最後まで分かりませんね。そうとも、勝負は最後の最後まで分からないものさ。よくもこの身を傷つけてくれましたね。待たせたな。死に損ないもお出ましですか。赤城、どうださ、今のうちに。はい。身の程知らずめ、この私に挑もうというのか。いいでしょう。本当の恐怖を味合わせてあげますよ。
なかなかやりますね。バカめ。しぶといやつですね。落ちなさい、落ちなさい、ほれほれ。為政者は時として鬼になる。この難局にあっては常に鬼にならねばならないのです。そうしなければこの国は成り立っていかないのですよ。うっ、貴様、うっと、あ、あ、うっ、うわあ、うわあ、おお、え、え、ついに終わったな。見事な戦いぶり。いや、感動した。お侍様、無事でよかった。ありがとうございます。ジーサス、化け物か。一度や二度殺したくらいでは死なないのですよ。キヌカは恐るべし。まだまだ驚くのは早い。我が命ある限り、真の支配者が誰か思い知らせてあげます。気をつけろ、あいつら虎の子の親衛隊だ。五大老様に逆らう者は生かしてはおけぬ。我ら暗闇脳天が相手だ。これからだ。サルシSit down!
終わりだ。無念、しくじったか。申し訳ございません、五大郎様。鬼怒川、どうした？姿が見えない。あれを見ろ。しまった、黒船を奪われたぞ。しつこい奴らめ。あいつ一体何をやらかす気だ？分からんが、援護するんだ！しつこいやつめ。貸せ。どこまで私の邪魔をすれば気が済むのやら。だがその執念だけは認めよう。褒めてあげますよ。さあ来なさい。お話しと。まだだ、まだまだ、倒れるわけにはいかんのだ！私の勝ちだ。上は将軍をいただく秩序と規律の体制を守ったのです。私の名は永遠に残ることでしょう。
黒船が…お侍様が…元より覚悟の上だったか。あいつこそ武士の中の武士だ。動乱の幕末を、それぞれの旗を掲げて戦った者たちは、ここに矛を収めた。お互いが理解し、信頼することによって、内乱の危機は去った。その後、ローラは将軍に謁見し、ことぶきやモロをはじめとする仲間たちの無実を認めさせた。信頼と権威を取り戻した幕府方は休む間もなく庶民のために働き、日本国中にあまねく安全と平和をもたらした。開国を促した外国は、日本の貿易と産業のさらなる発展を促し、日本は近代国家へと急速な発展を遂げていった。攘夷に命を懸けた若者たちは、草の根に生きる道を選んだが、日本人の誇りは常に持ち続けていた。網浜の海に今日も朝日が昇る。大海原に差す日の光は、あの無名の浪人のように、自らが輝ける希望の光となって、後の世の人々を照らし続けるのだ。